札幌ドームです。セパ交流戦、北海道日本ハムファイターズ対読売ジャイアンツの3回戦です。解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくどうぞ。相手がエースということで、これなかなか点を取るのが難しそうですね。そうでしょうね。まあですからね、ランナー1人どう生かすかというところでしょうね。はい、そのあたりに注目していきましょう。まずはファイターズの先発、加藤、札幌ドームのマウンドに上がります。今日勝てば5勝目になります。1番バッターがいると思うんですが、小宮山さん、現役時代どういったタイプの1番バッターが嫌なタイプでしたか？ボールをしっかり見てくる選手っていうのは、やっぱり誰がマウンドにいても嫌なタイプの選手だと思いますけど、ではこの1番バッターはどのようなバッティングをしてくるんでしょうか。打ちました、田中、アウト、ワンアウト。バッターは2番に入っている脇谷。加藤、まずは先頭バッターを打ち取っています。マウンド上のピッチャー加藤、今シーズンプロの仲間入りを果たしました。いや、小宮山さん、緊張感漂ってますね。プレッシャーはあると思いますけど、早く落ち着きたいですよね。そうですね。スライダーが決まります。ノーボールツーストライク。変化球、空振り。バッターは注目のルーキー宇佐美。ツーアウトランナーありません。先発ピッチャー加藤、そしてキャッチャーは大野。このバッテリーをジャイアンツ打線がどう攻略していくか。これが2球目。低め、落ちるボール決まりました。あっという間にツーストライクです。バッターライト前ヒット。これで4試合連続安打。ツーアウトランナー1塁。バッターは山本。ヒットでランナーを1塁に置いています。空振りです。ここはギリギリに外れるくらいのボールが理想ですね。なるほど。さあ、何を選択してくるか。引っ張った。これはどうだ。抜けました。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう。バッターランナーは二塁到達。これで7試合連続安打。ツーアウトランナー三塁二塁。さあ、ファイターズ先制のピンチです。やはり先取点を取られると相手に主導権がいきますから、ここはしのいでおきたいですね。なるほど、そうですね。まあ、そしてこのバッターは強引に引っ張れる力がありますから、慎重に攻めたいですね。バッターの坂本、今シーズン得点圏での打率は3割2分7厘となっています。引っ張った。ワンバウンドヒットになりました。セカンドランナー3塁回ってホームを狙う。サードランナーホームイン。セカンドランナーも今ホームイン。ジャイアンツが先制しました。レフト前へのタイムリーヒット、2対0になりました。序盤から先手を取られています。ここは抑えておきたかったんですが、タイムリーを打たれてしまいました。もう少し慎重に行きたかったですね。立ち上がりを攻められて先制点を奪われました。打順は6番マギー。ファイターズ初回から先制点を許す形となっています。
小宮山さん、いきなり失点を許し不安の残るスタートとなってしまいました。まあ、ピッチャーの立ち上がりは精神的にも不安定なこと多いですから。ファーストランナースタート、キャッチャー二塁送球する、盗塁成功です。この場面で盗塁を決められてしまいました。まあバッテリーもね、警戒してたんでしょうけどね。これでワンヒットで点が入ってしまいますね。やはり足があるというのは大きなアドバンテージということですね。全くその通りですね。入れました、ファウル。抜けていれば貴重な追加点というところでした。引っ張った、これはどう、サード弾く、サード強襲、抜けました、それをフォローする、セカンドランナーホームイン、ジャイアンツ1点追加します。見事なタイムリーヒット、3対0ファイターズ、もうこれ以上点はやれません。警戒していた相手ですが、タイムリーが出て追加点を奪われています。まあ、注意すべき相手でしたよね。立ち上がりを攻められています。バッターは DH 村田。ファイターズ初回から相手打線に捕まっています。初球は何で来るか、初球ストライクを取りました。最後まで甘くならないようにきっちり投げたいですよ。変化球で空振りを取ります。あそこを打っても長打にならないコースですよね。長打を警戒し、素晴らしいボールを投げ込みましたね。西さん、長いシーズン怪我などもありますから、年間通してベストオーダーが組めるかどうかっていうのは大事ですよね。いや、そうですね、それを含めてが、チーム作りですからね。そのあたり監督の采配にも注目が集まります。ジャイアンツマウンドに上がるのは先発の菅野。さあファイターズ打線相手にどんなピッチングを見せてくれるんでしょうか。西川が打席に入ります。さあジャイアンツはエースが登板ということになります。さあそのエースをファイターズ打線がどう打ち崩していくか非常に楽しみです。まず何を投げてくるか。打ちました、アウト、ワンアウトです。バッターは2番に入っている杉谷。まずはワンアウトを取っています。初球ボール、真ん中打ちました、これはどうだ、センターに抜けました、ワンアウトからランナー出塁しました。ワンアウトランナー一塁となりました。バッターボックスは3番レアード、ヒットでランナーを一塁に置いています。一塁牽制、一塁はセーフ。初球大きく外れています。この球は外れています。ボール先行です。ファウルになります。一塁牽制、セーフ。打ちました、ピッチャーゴロ。二塁を送ります。二塁アウト、一塁転送はアウト、ダブルプレー。ランナー出ましたがファイターズ得点はありませんでした。1回終わって3対0ジャイアンツがリードしています。2回に入ります。ジャイアンツの攻撃、バッターボックス長野。さてファイターズの先発は加藤。ここまで10試合に登板して4勝4敗という成績。前回の登板は5回3分の2を投げて自責点4、勝敗はつきませんでした。さあ2球目は何か。ライト方向を流しました、これはどう、1、2塁間を破る、先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー1塁です。さあ1塁には追加点のランナー、バッターボックスには重信。もしかするとエンドランを仕掛けてくるかもしれませんね。さあ仕掛けてくるでしょうか。
ここはゲッツーを取るようなピッチングが理想ですね。なるほど。さあそういった配球で攻めてくるのか。2球目決まっています。次が3球目。打ちました。センターへ抜ける。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう。これで4試合連続安打。ノーアウトランナー二塁一塁。さあファイターズ得点圏にランナーを背負った場面です。ここはきっちり抑えて次の回につなげていきたいですね。うん、そうですよね。まあそしてこのバッターは逆方向にも打球が伸びてくるので配球には注意。打ちました。取った。二塁へ。セカンドフォースアウト。一塁送球アウト。ダブルプレーからの組み立てでしょうね。まあただ次のバッターが彼なんでね、この打席は要注意でしょうね。そうですね。さあ気をつけていきたい。脇谷が打席に入っています。バッターこれはどうだ。一二塁間を破る。サードランナーホームイン。ジャイアンツ1点追加します。ライト前のタイムリーヒット。4対0ファイターズ。もうこれ以上点はやれません。抑えたかったんですがタイムリーが出て追加点を奪われています。踏ん張っておきたい場面だったんですけどね。点が入りました。序盤で早くもリードを広げられています。打順は3番宇佐美。まあここはさっき打たれたフォークの使い方には注意したですね。なるほど。打ちました。これはセンターに抜ける。これでマルチヒット。ツーアウト二塁一塁。さあファイターズ得点圏にランナーを背負った場面です。ここはきっちり抑えて次の回につなげていきたいですね。なるほど。そうですね。まあただピンチに強いピッチャーですからそう簡単には。打った。レフトバックする。バックする。レフト深いところを破っていきました。セカンドランナーホームイン。バッターランナーは二塁まで進みました。ジャイアンツ1点追加します。レフトオーバーのタイムリーヒット。5対0ファイターズ。なおも三塁二塁のピンチです。バッターボックス坂本。まあファイターズとしては序盤からこの点差ですからもう1点もやれないですよ。なるほど。そうですね。高めへのストライク。すぐに追い込みました。ファウルになります。見逃しで三振を奪います。スリーアウトチェンジ。しかしこの回ジャイアンツ2点を追加しています。5対0ジャイアンツのリード広がっています。中田。ファイターズ点差が離された2回の攻撃です。出塁してチャンスのきっかけを作りたい、そんな場面です。この回1点でも2点でも取りたいですけどね。まずはこの先頭バッターを出していきたいところです。この球は外れています。ボール先行です。真ん中決まった。ファウルになります。ツーボールツーストライクです。変化球空振り。ワンアウトです。バッターボックス田中。菅野まずは先頭バッターを三振に仕留めています。ファウルになります。打ちました。左中間に上がった。ここは打ち上げています。重信掴んでツーアウト。バッターボックスには指名打者の石井。ツーアウトになっています。ファウルになります。ここはストレートを続けてみてもいいかもしれませんね。なるほど。さあバッターは何を待っているか。キレがありますね。ノーボールツーストライクです。最後はファールグラウンドで掴んでスリーアウトです。反撃したいファイターズでしたがここは三者凡退に終わっています。2回終了5対0ジャイアンツがリードしています。3回目の手
小宮山さん、例えばブルペンでも今日は調子が良くないなという時、マウンド上ではどういった気持ちになるんでしょうか。まあ、いつもにも増して不安が増すし、打たれたらどうしようっていう考えが相当やっぱ強くなりますので、まあ、バッターに打ってもらうような感じで投げればいいんじゃないですかね。ボールボールでカウントが悪くなるのが一番良くないですか。なるほど、開き直って投げれるかというところなんでしょうか。初球を見ていきました。2球目打ちました。セカンド弾く、セカンド強襲抜けました。ボールを拾って、これで2試合連続のマルチヒット。ノーアウトランナー1塁です。バッターは今日 DH に入っている村田。引っ張った、三遊間抜ける。ファイターズピンチになりました。ノーアウトランナー2塁1塁、打席には8番バッター長野。まあ、ファイターズとしては序盤からこの点差ですから、もう1点もやれないですよ。なるほど、そうですね。低め見ました、ボールです。打ちました、これはどうだ、破りました、センター前。セカンドランナー3塁を回った、セカンドランナーホームイン。ジャイアンツ1点追加します。センター前のタイムリーヒット、6対0になりました。ファイターズなおも二塁一塁のピンチです。バッターボックスは9番重信、先ほどの打席はセンターへヒットを放っています。